負けるわけには始め行かないんだ。どうすればあんなに重力魔法を強化できるんだ。フーゴ君からもらったこの魔法道具のおかげだ。ターバンを出さなくても身につけるだけで飛ぶ力を借りられるようになったんだ。フラッシュシャラール、ラムズ、アッセル、ハルハール、インフィガール、嵐の得意技だ。これで決まった。君この程度？ダメだ、何をしても同じ出力の相反属性魔法で相殺してしまう。どうすんだよアラジン。じゃあ次はとっておきの重力魔法で。重力で素直、この魔法にはまだ名前を付けてないけど、もしつけるなら大切な友達の名前を借りることにするよ。フーゴ君、はさはかだね。ただの土人形じゃないか。物理攻撃などボルグで全部防げる。本当にそうかな？すげえ、あの巨人、一つのボルグが潰れるんじゃねえか。ジトス様のボルグに物理攻撃が効くもんか。いや、効く。あまり強大な力で攻められればボルグは、ボルグが破れた。いや、違う、動く。ああ、死んじゃったね、君のお友達。一つのやつ、何をしたんだ。アラジン、君の魔法は単純すぎるんだよ。魔法は複合してこそ進化を発揮するものだよ。例えばこんな風に、シャラール、ハルハール、ゾルフ、みんな私の後ろに下がっていなさい。なんだ、破裂した。デストロクシオン、キエンセロ、ボングラ魔導士、化け物だ。あんな奴に勝てっこない。当然だ、僕は特別なんだ。僕は魔法の決闘で負けたことなんて一度だってない。魔声がもうすぐ切れる。アラジン、もういい、降参しろ。じゃあ僕も複合魔法を使うよ。なんだ、杖から妙な音が。君の最後の魔法どんなのか見せてごらんよ。は、何をしている、血迷ったのか。何、魔導士のくせに体術に頼りやがって。いい動きだ、マイヤーズ、体術の基礎。はい、私の教え子は魔法のみを過信し傲慢に杖に座り、己の手で道を切り開けぬような軟弱者とは違います。いいぞアラセン。ハルハール、させない。その戦いやめ。この勝負引き分けだ。
待って、ジトス君、君は誰？もし僕と同じなら何のためにここへ？僕は君と少し話がしてみたいんだ。おお、戦って相手を認めたか。良き友になりそうだ。すまない、君がいては僕は役目を果たせない。アルゼ！